こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、いよいよ1週間が終わりましたね。本当に皆さんお疲れ様でした。今週から学校が始まったという人も多いと思いますが、疲れたことでしょう。ゆっくり週末休んでください。はい、今日はですから私もね、今週1週間の報告をしたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube や動画周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。全23アプリで好評配信中。ぜひフォロー、クリップ、登録などなどよろしくお願いします。はい、そういうわけで、私の、報告の前にね、少しレターたくさん溜まってますんで、読みたいと思います。レックの方に来てますね。こちらはラジオネーム、高橋さん。はじめまして、松竹芸能声優アカデミー所属の高橋亮と申します。フォローいただきましてありがとうございました。ご挨拶が遅くなりまして大変失礼いたしました。正直不慣れなものでございますが、かぐわ様のフォロワーの方々、ラジオをご視聴してくださる方々がほんの少しでも笑顔になれるような私なりの言葉で私らしくラジオをお届けしたく思っておりますので、よろしくお願いします。はい、いやー、そうそうそう、今レックはあれなんですよね、あのアカデミーの皆さんがもうバンバン、番組作られてるんですよね。以前私の、音声メディアニュースまとめでお伝えしましたけど、業務提携がね、ウームとあったので、その流れだと思うんですが、いやー、こうして丁寧にね、レターいただけるというのは非常に嬉しいですね。お互い頑張りましょう。次、あっちゃんさん、フォローありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。はい、お互い一緒に頑張りましょう。はい、こちらレックですね。それから、レターの方ですが、フォローありがとうございます。キキと申します。あ、ラジオネームキキさんですね。はい、どこかでお見かけした名前だと思ったら、スタンド FM に関する記事を拝見したことがありました。思わず挨拶したくなりレターを送らせてさせていただきました。よろしくお願いしますと。いやー、そうなんですよ、嬉しいですね。そう、ブログの方で、ブログか多分ノートかな、スタンド FM の記事書いたことあるんですよね。それを多分見つけてくださったんですかね。嬉しいですね。はい、キキさん、一緒に頑張っていこうぜ。頑張りましょう。それから、はい、かな、はい、あと、ツイッターの方のハッシュタグかぐわ飯というのは、ちやままさんが、コメントいただけていまして、ありがとうございます。そうなんです、ちやままさんとの出会いもね、非常に何かのご縁ですよね。ありがたいものです。そうですから、このラジオを始めてやっぱりいろんな人との広がりが今まで以上に増えたなというのがものすごく実感です。うん、本当ね、嬉しい。うん、なんでしょうね、今までインターネットとか YouTube をやっていた時とはまた違う人たち、方々とのつながりが出てきたなとは本当思いますね。やっぱりなんかね、そう、ブログは3ヶ月やんなきゃ分かんないっていう話があったりするんですけど、やっぱりラジオはあれですね、やっぱり100回ですね。100回やらないと本当なんか見えてこない景色がやっぱりあるんですね。うん、だからまあラジオトークとか、スタンド FM とか実は100回やってないアプリの方もいらっしゃるんですよ。そうですから、私の放送を最近聞いたという方はぜひ、Spotify からぜひ全部聞いてくださいって、すげえ偉そうだけどそれは大変だよね。うん、全話配信は実は Spotify です。なので、よかったらね、Spotify で聞いてくださると嬉しいです。うん、そうなんですよね、メディアごとに実は配信回数がちょっと、徐々に私も増やしていけたので、そこのところは申し訳なく思うんですが、バックナンバーがすべて完備しているのは Spotify ですので、ぜひそちらの方で聞いてくださると嬉しいです。必ず、放送回数、話数をちゃんと入れてますので、何回のほにゃららみたいなテーマについての投稿ということでレターいただけると嬉しいです。うん、いや、でも本当ね、
ブロ、うん、ブログ、YouTube、ラジオ、本当にいろんな方々がいて、いやでも本当嬉しい限りですよね。で、この間、農家の種っていうポッドキャスト、ラジオ番組を私よく聞いてるんですが、まあその方々、ポッドキャストアワードにノミネートされるなど、すごい今ブレイク、むちゃくちゃブレイクしてるんですよ。YouTube も初めて何ヶ月かでもう1万人突破なんですよね。もうそのぐらいもうすでにファンがたくさんいる、むちゃくちゃ人気のあるラジオ番組、農家の種っていうのがあるんですが、ぜひ皆さんも聞いてみてください。むちゃくちゃ農家の方の濃い話なんですけど、やっぱり食に関することなんで意外と聞けるんですよ、マニアックな話でも。うん。なのでぜひ聞いてみてください。でもね、でも、そのね、トップランナーのラジオトーカー、ポッドキャスターの農家の種さんでさえも、なんと7年。やっぱりすごいなって感じですよね。だから、ラジオって、やっぱり炎上しない分、一方で、やっぱりブレイクもしないんだったと思いました。うん。だからこそ、こう、根強いファンの方とのコミュニケーションが取れるし、密になるし、ただ一方で時間もかかるっていうことなのかなと、本当思いました。さあ、今週の私だったんですけど、皆さんは学校が始まった人も多いんじゃないでしょうか。久々にね、始まるとなんか体が追いついていかないよね。うん、本当で、本当みんなお疲れ、お疲れ。うん、えらい、頑張った、よく頑張った。だから徐々に慣らしていこう。そう。ね、コロナ撃退も大事だけど、経済もね、そろそろね、バランス取って直さなくちゃいけないからね。でですよ、私もですね、今日ようやくラッシュが一段落しました。何かっていうと、今日テレビ収録に行ってきました。で、今日は久しぶりにテレビ局に行ってきました。いや、ほんとね、コロナ以来って言うと変だけど、本当久しぶり、マツコの時以来局に行きましたね。いやー、でもね、大変でした本当大変だった。まあ僕以上にそのスタッフの皆さんが大変だったんですけど、何が大変かっていうと、ほら、コロナだから僕と出演者の方2人いらっしゃったんですけど、同じ局の中にいるのに全員部屋を変えてリモートで接続して、しかもそのリモートも全部制作会社の方がパソコンを一台一台持ち込んで、ネットワークの回線もさらに持ち込んで、一からね、全部ね、セッティングして撮影するんですよいやー、大変ですよ。ほら、これがね、普通のスタジオで撮るっていうんであれば、もう元々ほらカメラとかあるわけじゃないですか、照明とかね。でもそれ全部持ち込んで、ほぼロケと同じ感覚で挑んで、かつパソコンのネットワークまでね、構築しなくちゃいけないわけですじゃないですか。だからね、実は結構トラブルもあって、途中でどうなることかっていうぐらい、もう空気がね、ピリピリしてました。本当でアウェーで、もう小さくで、なってました。いや、だからね、ほんとね、大変ですね。だから、それを帰ってきて、妻に話したら、アメトークもどうやら最近、その、ね、やっぱり密になっちゃいけないっていうことで、リモートの撮影をしてたらしいんですけど、その芸人さんが、撮影始まるまですげえ時間かかったと。言ってたわよ、なんていうふうに妻に言われまして、あ、やっぱりそうなんだと思って。そうなんですよね、本当ね、回線も含めて構築するとなってね、本当大変なんですよね。都内ってね、ネットワーク環境すごい充実してるイメージかもしれませんけども、途端にこうワイヤレスとかになったりすると意外とね、難しいんですよね。場所によっては本当混んでるし、だからスタッフの皆さんが本当なんか言葉の節々に、早く 5G 来ないかなって普通におっしゃってましたね。いや、でも本当そうなんだと思いますね。まあ、まだ情報解禁ではないので、解禁になったらね、また、お伝えしますけども、まあこれでね、ようやくでもね、テレビラッシュ終わったかなって感じですね。もうオファーはもうこれで一応なくなったので、いやー本当ね、
コロナでこんなに忙しくなったっていうので、もう本当、まあ、全然儲からないんですけど、うん、そう、儲かってはいないんですよ。いわゆる報道っていうところから仕事が来たら0円ですから、うん、ほら報道だから、ジャーナリズムだから0円なんですよっていうのもあったりするので、儲からないんですけど、こんなね忙しくなるなんていうのは、まあ、人生一度あるかないかだと思うんで、まあ、いい体験をねさせてもらいました。はい、ですので情報解禁になりましたら、またラジオやツイッターでお知らせしますので、ぜひ、楽しみにお待ちしていてください。でも明日はちゃんとね動画アップします。最近はようやく、2日に一遍のペースはなんとかね保てるようになってきた、自信がついてきたので、うん、楽しみにしてくださる皆さんのためにも、うん、頑張りますよ。うん、ネバティさんほどのすごいものは作れませんけども、イロさんほどのすごい仕掛けは作れませんけど、はい、クリエイティブ楽しいぞっていうね、そんな気持ちになれる動画をこれからも頑張って作りますので、皆さんよろしくお願いします。はい、もう全然問題ないです、大丈夫、全然問題ないです。はい、みんなで第2波を撃退してやりましょう。はい、というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は今週1週間の、お話とレターの紹介でした。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い週末でありますように。そして来週もみんなと一緒に動画から未来を考えていきましょう。というわけでおやすみなさい。